皆さんこんにちは。粘着パフォーマー頑張りまっするガンバマサルです。さて、ヌンチャク講座の入門編、ここまでね、1から5までやってきたわけなんですけれども、ね、次から、ね、ちょっと難しくなってくるので、ここまでのおさらいとして、今までやった技、すべて組み合わせてコンビネーションにしたいと思います。皆さんもぜひやってみてください。というわけで、今回は入門編 5.5 ということでお届けをしていきます。こういうコンビネーションやっていきますからね。こういう感じでいきたいと思います。はい。ではゆっくり解説をしていきたいと思います。まずこれ、ヌンチャクを畳んだ状態で持っていただいて、右足を一歩出しながら、これをこの時に今2本持ってますけど、1本にしながら回して持ってます。その後に入れ替えね、上の手を離して入れ替える、上の手を離して入れ替える。そしたら攻撃に行きます。真っ向、はい、振り下ろす。そしたら入れ替える、同じく真っ向、入れ替える。次に袈裟打ち、大きくやりましょう。入れ替えて袈裟打ち、振ってない方の手の引きもしっかり持ってください。次に三角形になります。1、2、3、4、入れ替えて1、2、3、4、入れ替えたら最後に脇に挟んで決めポーズ、手は前に出します。これやり方教えてないですね。はい、最後ここの後ですね、入れ替えて右手に戻ってきたら、下の手を離してそのままこの持ってない方のヌンチャクを脇に挟みます。からこう、この脇に入れながら手は前ということですね。で、気をつけてほしいのは、これはこれでいいんですけど、こっちの方がよく見えますね。こうヌンチャクがこうしっかりこう開いて体も開く。からこうで、注意点として、これをえぐり込ませようとすると、このこういう感じになります。プラン当たっちゃったりとか、あとはこうここがプランってなっちゃうので、最初は痛いかもしれないんですけど、この棒を確実に脇で挟んでいく。こういうことで、横から見るとこうしっかり挟むと、挟み込む。そしてここの角度はしっかり見せて手を前。よろしいですか。じゃあ次、横から見てみましょうか。この状態からまず右足を一歩出しながら回してこうで、まず入れ替える、上の手離して入れ替える。そしたら上の手で持って真っ向、下に振り下ろす。入れ替えたら下に振り下ろす。入れ替えたら次斜め袈裟打ちます。袈裟しっかり決めて打つ、大きく打つ。で、入れ替えたら次に三角形書きますよ。1、2、3、4、入れ替えて1、2、3、4。そして入れ替えたら最後に下の手を離して脇に挟みながら、こういうことですね。では後ろからも見てみましょうか。今まず右足一歩出してこうから上の手離して入れ替える、入れ替える。そしたら下に入れ替えたら左手でも下、入れ替えたら次に斜めに、腰はしっかりひねってください。で、打ってない方の手はしっかり意識を生かしておいてください。最後に三角形、入れ替えて三角形で、入れ替えたら下の手離して脇などのポーズ。はい、では皆さんだいぶ馴染んできたところで、早くやってみたいと思います。できる人はついてきてください。いきます。はい、というわけで今回はヌンチャク講座の入門編 5.5 でした。
ぜひね、このコンビネーションも練習してみてください。では、最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。